ドリューミーキンスはアメリカ合衆国アラスカ州ジュノー出身の男性フィギュアスケート選手。2006年世界ジュニア選手権ペアチャンピオン。パートナーはジュリア・ウラソフ、ジェシカ・ローズ・ペイシュ。アラスカ州のジュノーに生まれ12歳でスケートを始めた。当初は男子シングル選手として活動していたが2002年にジュリア・ウラソフと組ペアに転向した。 2003から2004年シーズン、全米選手権、ノービスクラスで優勝し、翌2004から2005年シーズンより、ISU ジュニアグランプリへ参戦した。ジュニアグランプリでは、JGP ベオグラードスパローで優勝、同シーズンの全米選手権、ジュニアクラスで2位となり、初出場の世界ジュニア選手権では9位となる。2005から2006年シーズン、JGP ファイナルでは2位。 二度目の出場となった世界ジュニア選手権では優勝を果たした。2006から2007年シーズンよりシニアに完全転向しネーベルホルンハイデニーとなり ISU グランプリシリーズにも参戦。2007から2008年シーズン当初はスケートカナダとロシアハイへの出場を予定していたがジュリア・ウラソフトのペア解散を発表し出場することはなかった。2008年に ジェシカ・ローズ・ペイシュとペアを結成した。ありがとうございます。